違っていいんじゃないですか、そっちで、そっちでいいんじゃないですか。音聞こえてますか、その、ほら、音聞こえてますか。音聞こえてますか。聞こえてる。あ、聞こえてる。うん。音声 OK です。はい、はい。あ、こんばんは。ドラゴンクエスト10第3もっと声大きく初心者大使のもっと声大きくミュウミュウこと渡辺美優です。こんばんは。なんでジュンさんが聞いたの、隣の人に。あ、実はですね、今日、はい、私ミュウミュウからご報告ということで、皆さんにここでご報告があります。どうしましょう、なんていう。実はこの度結婚することになりまして、違うか、静かにしてくれ。変なヤジがすごい。ペアルックって書いてるから。やめてくれ、やめて。あるとしたらそこかもしれないし、でもミュウミュウのパソコンの前には俺の写真もあるから、もう異常。もしかしたらこっちかもしれない。そうそうそう、今のところいろんな選択肢ある。もうやめてくれ。あ、実は今日ここで一つ区切りを迎えさせていただきたいなと思いまして、ご報告させていただきたいと思います。実は、まあ、仕事の都合で、拠点を日本、まあ、東京から海外に移すことに決めました。じゃないよ。決めました。ので、一応今日の配信をもって一つ区切りとさせていただきたいなと思っております。というご報告です。なるほど。ね、じゃあセネガルに行っても。セネガル、どこ、どこ、暑いね。ちょっとワールドカップ楽しみたい。確かにサッカーで聞いたことあるような。はい、ワードだけど、どこに行っても頑張ってください。いや、フェディカルじゃない。フェディカルじゃない。フェディカルじゃないってことは、ということはどこだ、ね、もっと多分あるよね。俺もフェディカルじゃないってなんか分からん。行ったことある、2人フェディカル。いや、ないけど、行ってみたいけどね。まあ、それはそうは思うけどさ。はい。やめてくれ。バチカンとか言ってる人もいるし。あるよ。コスタリカ？あるあるある。なかなかなんかこう斜めから攻めてくるね、国を。まあ海外ね、海外からだとインできなくなっちゃうっていうのが一番のあれですよね。北マケドニア。北マケドニア。北マケドニアが見えるのその。あれですけど、あ、そう、あ、でもほら、魚事務所所属したままってコメントが出てますけど、あ、そう、あ、まあちょっと多少お答えできる範囲で今ね、うんうん、質問を受けたまわろうかなと思うんですけども、記者会見ですね。そうですね。確かに一応初めて公にするからね、この話。うん、いや、本当そう。ちゃんとマイクもここになんかこうポッポッとあるんです。会見これはじゃあ逆に何、これ、これこれはこれ何、そうそう、俺も知らないけど、それは太田さんのやつ。あ、太田さんのやつっていう、それだけで分かる。そう、わかりました。あんまりじゃあここに触れないで、はい、あの、話していきたいと思いますが。あ、魚事務所、そうです、あの、フリップアップには所属したままで、日本の事務所はフリップアップで、海外では海外のエージェントと契約をして。かっこいいな、ちょっと待ってくれ今、まあ、海外のエージェントと契約して。もう大谷翔平ぶりぐらいにいいエージェントと。同居同居。っていう形で海外と日本と2つ窓口を設けて、あの、お仕事しようっていうスタンスを一応、あ、そう、もう来月から。そう、来月からだよ。もう6月もだって、もう、ね、もうすぐ下旬だよ、だって。そう、すぐじゃん。なので、もうあと1ヶ月も
いないかな、うん、そうだよねっていう形で、もう来月から飛び立ちます。おー、もう、はい、じゃあ拠点は海外っていうことですかね。そう、一旦海外に、海外にも住むってことね。海外に住むので、そう、なので一旦あの東京をメインでしてた活動も、だからまあちょっと区切りとして、そうだよね、海外に拠点を移して仕事をしますっていうのが今のご報告としては言えることかな。なるほどね。そう、まあ14年東京に住んで、も中学校3年生の時からすごいよね、親元離れて一人で出てきて、この仕事をずっと続けてきて、そこ、うん、ね、東京生活とこの東京での芸能生活等に区切りをつけるっていうのはかなりの決断だよね、まあ、そうね、思い切った決断だし感慨深いなっていうのはすごい自分の中でも、うん、ね、だってそれで、ね、筋肉留学でその海外に行くわけじゃないですか。筋肉留学だからやっぱその決断的にはね、そのね、いや否定したいけど、なんかもう一回勝手に言わせてもう思わざるを得ないので、どこまでこの筋肉留学の話が広がるかなっていう、ちょっと試しにかかりたいところもあるけども、だいぶシフトチェンジしたね。日本ではちょっとそこの畑はちょっとまだかなって、まだ次に海外の方本当にね、はい、そう、はい、そうですね。だからなんか結構なんかその質問今見るのに、うん、どういうなんかあった、すごい触れたいコメント、これいいのかな、触れちゃって。何、あの太田さんもさ、聞きたいことあったの、最後に1回っていうやつ、これ大丈夫、何これ、最後に1回、うん、最後に1回3期で集合配信してほしいなってコメントあるけど、どうですか。でもそうやって言ってくれるのはすごい嬉しいですね、そうやってなんかね言ってくれるのは嬉しい、嬉しいけど、ちょっと実現はどうかな。阿部さんに会いたくない。いや、この前あったわ。道でばったり会って、道でばったり会った。あったあった。そう、びっくりしたわ。一人ポンって出ちゃってるからさ、頭が。すごい上、斜め上見て、あ、アーミーって叫んじゃったもんね、見える。びっくりしたよ。全然なんか、そういう会いたくないとか、そういうなんか、ものはないけども、うん、まあ忙しいからね、各々ね。もう私も結構期日的に、もう日数もある程度スケジュールもこう決まってるから、うんうんうん。確かにね。そう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 。まあまあでも、うん、嬉しいことお言葉ですね。そうですね。はい、だってまあ言って僕と2期と3期ってそんなに離れてないじゃないですか。あの期間、やった期間、あ、僕らが半年やって卒業してすぐ3期が入ってきたから、うんうん、言っても5年ぐらい、今もう5年経つわけだもんね。そうなの、そんな経つか。そう、びっくり、今日それをそうちょっとさっき振り返ってて、うん、で事実上、まあ、僕がその後フリップアップ入ってきて、また魚配信って始めて、で今日が事実上この3人でやる配信っていうのはちょっと最後になるわけじゃないですか。そうなんですよね。ちょっとグッときますよね。来てるですよね、はい、3人だから、これだけフリップアップ会の、そんな前髪してるやっぱグッときたんですよね、やっぱりね。ノーウェーブだからね、ノーウェーブだから、何を知るっていうサーバーってこと。いや、そう、僕はサーバーな感じで、そうなんですよね。うん、で、あと特に質問はないかな。あ、でも3期のオーディションまだ覚えてるよ、すごいね。俺も覚えてる。俺も見たよ、だってその4期と受ける前に一応参考に。ああ、そうだよね。まあ参考になんなかったけど。うん、ね、うん、確かに確かに。まあ確かに2期、3期、4期ってね、一応ここね、続いてる3人ですからね。うん、激辛カレーを食べたミミズ勇姿忘れないよ、だって。あれ、激辛カレーっていつ食べたんだっけ、あの、運動会、ね、運動会で、そう、それが新装したやつ、去年のやつ。そうだ、そう、すんごい辛いやつね、うん、もうでも辛さよりもご飯の量に私は死にそうだった。何を言ってんのだってさ、ご飯も食べない、ライスも食べてさ、うん、しないとさ、次にそのおかわりできないんだよ。わかりました、まあ、どういう心境今のどういう心境？でもあれ本当に辛かった。美味しいところのカレーだったんだよ、またね。うんうんうん、あれがね、
懐かしいですね。まあそれ懐かしい、やっぱ懐かしいコメントがいっぱいあるね。無断で切らなきゃ、ね、とかね。無断で金民なんか米を食べよう。確かに。竿対決だ。和成さんと俺が釣り堀で。あ、そうなの。司会みたいな感じでね。なんなのさ、唯一初絡みぐらいな感じだよ、ね。確かに、俺も入って次ぐらいだったから。竿対決、懐かしい。やだ。確かに、どっちの竿が良かったですかって、そろそろはっきりさせてほしい。さすがに、このまま海外行かれちゃう。ちょっと、俺は和成さん穏やかじゃない。そう、私、二人ともね、これだけは気持ちでバチバチやるみたいな。ちょっと全然覚えてないこと、どっちも大したことなかったんだよね。そうか、記憶に残んなかったから。きっとそういうことかな。みゆみゆも歌に見に行けてよかったです。え、それいつのだろう、去年のやつかな、それとも10年前のやつかな。私、2回しか舞台やったことないからさ。そうだよね。うん、10年前と。あ、それか、冒険者か。そう、冒険者か。あ、そっちがあった。そうだよね。そうだ、そうだ。冒険者はね、またね。またあれさんはね。あれ、すごい楽しかった。そうだよね。あれだってもう一昨年とかでしょ。そう、意外と。意外と2年前なんだよね。うん、3年前じゃない。え、3年前多分。そう。3年前。あれ2年前 ?3 つ前。3つ前。じゃね、じゃあ2つ前。2つ前だっけ。グランだって。ああ、そっか。3つ前がグランデドーラか。か、そっか。うん、ああ。そう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 。ああ。ああ、コスプレもさせてもらった、そういえば。そうですね。そうですよ。確かに。そうですよ、大阪。大阪、あの、吉本さんの。そうですよ。吉本芸人、オールナイト、ね、うん。かなか出れる。新喜劇させてもらった。そうですよ。めちゃくちゃすごいことやってるね、それね。はい。ね、そうだ、そうだ。あの思い出ありますけれども。ヒーリコスした。うん。ということで。ということで、まあ、私のご報告はこんな感じですかね。うん、すごい懐かしい、やっぱこの、あの、平成が終わる時ぐらいの感じの、なんかこう、振り返りな感じになってますよ。この振り返りの感じ。本当、うん、そうですね。だから、あとは、その、結婚みたいなのは。あ、結婚はしません。まだないです。あの、ご解任とかさ、一番最初にすごい出てたけどさ、うん、結婚もしてないし、ご解任もないので。その辺はおいおいってわけでもない。あ、そうだ。ここで、そうそう、ここで一応見せといてみたい。実はもう、って。お腹に行って、お腹撫でちゃって。それはないですね。あ、それはないです。なんで、はい、急に。もう僕らからしたら急じゃないですか。あ、確かにね。ビールが急に海外に行くってなって。それはなぜ？それはなぜ？うん、いや、みんな気になると思う。確かに。いつ頃からちょっとなんかその、それを視野に入れてたとか。今年。あ、今年。あ、もうする。そうだね。1月、年明けてぐらいから、ちょっとこう、なんとなく、まあ、はっきりもう行く、海外に行くっていう風に、はっきりそこにたどり着いたわけじゃなくて、うん、なんとなくこう思いついてっていうか、なんかこう考え始めて、うん、で、あ、そうだ、海外に行こうってなって、いや、京都行こうじゃない。そうだ、京都行こうですよ。そう、なんか新しい環境で新しいことをするっていうチャレンジをしようと思って留学とかではなく仕事としてね。あ、そう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 しようと思って、で本当はあの最初は、うん、あの期間限定でこうじゃあ3ヶ月だけ行こうかなっていうふうに一応話を進めていって、うん、で一回あの一番最初に、まあ、事務所で報告したのが陣達さんなんだけど、陣達さんにも、あの実はってこれこれこういうふうに考えているので、あの年内に海外に行ってあの仕事したいと思ってるんですけどっていう話をしたんだけども、そこから多分2ヶ月後ぐらいに、いや、やっぱり3ヶ月行って帰ってくるっていう期限をつけなくていいんじゃないかなっていうふうに思って、なんか絶
東京にいつまでに帰ってこなきゃいけないっていう期日ももちろんないので、うん、だったらなんかこう、うん、この言葉が合ってるのか分かんないけど、なんかこう身軽に冒険、大冒険しにチャレンジできるところまでやりに行こうかなみたい な, なんかこうそういう感じで最終的にあの完全に東京の家をなくして海外に拠点を移すっていうところにたどり着きました。とてもいいですね。時間は有限ですから、やっぱとにかく行動しないと始まらないし、きっとそう思いつくことも才能だと思います。僕はそういうふうに思いつかないんで、ありがとうございます。なんか内容があるようなないような話で、だけどなんかまあやりたいことを見つけられたのもすごいいいことだし、それを見つけられずにねこういる人もいるわけで、その見つけたことに対して向き合おうと思ったことと、あとなんだろう、多分これ今しかできないなと思ったからもう急いだっていうのもあって、多分これじゃあ来年にしようかなとか思ったら、多分来年になったらやっぱり行かないかもなとか行きたくないかもなって気持ちが変わるかもしれないしっていうのもあったから、よし今だなんとかなるさ、行ってみよう、レッツ大冒険っていう感じ。むちゃくちゃどんどん軽いニュアンスになってきたね。もう一回今の感じ聞いたら、ジンタスさんが行かないでくださいって、今の聞いたらちょっと行く。僕はマレーシア、ついに日本人初のマレーシア俳優デビュー。フリッパックもね、どんどん海外志向になって、一応まだ日本にいます。そうですね。まあ、大事ですよね、そうね。そう。行こうという気持ちが大事ですからね。そう、なのでチャレンジしに行ってきます。うん、なので全然海外の事務所とこのフリップアップとがなんかつながってるわけでもなく、なんか関わりがあるわけでもなくて、完全に別で私が個人的にこうやらせてもらってるっていう感じでのスタンスです、うん、事務所同士は何も関わりは一切ございません。関わりはないけど、日本の事務所はフリップアップで、うん、外のところ海外のところは海外のところに所属するって形ですね。そうですね、はい、分かりました。はい、分かりました。このくらいかな。ツイッターとかは更新してくれるのっていう聞いてくれます。はい。なのでまあ、今後のことは詳しくはツイッターなり、ツイッターと、あとインスタと、アメブロは一応そのままで変わらず継続していくので、そこで私のことを見守っていただけたらなと思います。じゃあフォローしてない方はフォローしていただきたい。急にツイッターのフォローを増やしてきた。フォローはちょっとね、増やしてね。ツイッターとインスタ、あとアメブロも一応なんかあるよね。それと、まあ、主にでもツイッター、インスタだね、そこでなるだけ更新していきますので。内容もね、一応別で、ツイッターはツイッターの内容、インスタはインスタの内容でね、更新してるので、どっちも見てくれると嬉しいな。素晴らしいね。で、太田さんはタイで、はい、タイでスターになるんでしょ？タイでスターになった。なった？いつなった？絶対タイでスターになれる顔してるよ。太田さん。なれるよ。なれるなら、なれるけどね。太田さんはもちろん、スターになる。タイのスターの顔してるもん。でもちょっと細身じゃない？ああ確かに。うん、もうちょっとがっしりしてないとダメなの、タイだと。そういう意味じゃない。そうなんタイの分かんない。ちょっと分かるでみんな。タイの流行分かんないけど。タイ有事だ。タイ有事。タイを例えばタイの重要。ちょっと日本の方が悲しいんじゃん。そうだね。分かる。結構みんなさん。あそう。まあもう全然悪い気しない。それはもうだって。世界どっかでもうスターになるだけでも、ね、嬉しいことですから。それはそうですよね。そうです。まさかの。チリチリになるっていうみんなで、ね。マレーシア行ったり、タイ行ったりね。そびぬちに。俺と田さんは東南アジアを出れる。
そんな話も近い未来にやることがないとかないですけどね。そうですね。まあ、皆さんお二人もね、この先どうなるかはね、わからないじゃないですか。まあそうですね。私だってこんなね、全く東京に出てきた14年前はもちろん想像もね、してなかったことだし、去年だってこんな私が海外に行くなんて自分でも想像がつかなかったことだから、お二人もきっと何かが起こるでしょう。占い師みたいな。でも何かが起こるでしょうっていう占い師もよくわかんない。確かに、ね、絶対当たる占い師だよ。起こるでしょう。わかりました。ということで以上、みゆみゆの報告ですね。はい、この報告でした。ご清聴ありがとうございました。でさ、私が、まあ、ちょっとゲーム画面映しましょうか。あ、そうかそうか。実はログインしてるんですよ。はい、ああまさかの。おお。あれ？うん、いや、いろいろまさかの感じ。ああ、これ見る。これをね、これをさ、出てる今。これをね、閉じると。あ、消えちゃった。消えちゃった。まあ、ログ開くとね。今ね。どこで、ね？そこ。ほら、優しいコメントが。そうですよね、やっぱりね。さすがです。本当に見てるんですよ。うちのリーダーですか。うちの。やっぱり見てるんですよね。ありがとうございます。そうよ。フィレオハウスから、うん、フィレオハウスから、まあ、とりあえず配信しておりますが、そうなんです。だから、まあ、ミュミュが、そう、この先の二人のことっていうかさ、まあ、魚配信はさ、続けるわけじゃん。はい。続けないと言わせないよ。友達が友達が確かに。ずっと続けなかった人が。ほら、そう、そう、うん。だからそれを今日はちょっと話し合って、うん、私はそこであやこうや言っちゃうかな、真ん中から。だからまあ僕と太田さん2人でこれから熱苦しい男を、いやー画面片面はちょっと熱苦しいかもしれないけど、 その片面はちょっと風吹かしちゃってるかもしれないよ。これから夏で熱くなるのに、そうなるとよりちょっと熱くなるから、うん、ちょっとやっぱ交流だな。いやあれ解散ふざけんなよ。解散？ミュウミュウがいない魚たち地獄から。なんか嬉しい。でも私それ。なんかパネルだけでもこう作っていって、なんか。ああ。なんかさ、あのこう立てて、こう。本当そんな。今さ、置き土産してっていいの？置き土産、あの舞台とかって今すごいのよ。舞台ってそのお花、お花ってさ持って帰れないじゃん、スタンド花。で、ファンの人が自分で買ったお花とか持って帰れるように、等身大のそのファンのパネルを買って、そこに置いておくっていうのが舞台ですごい流行ってる。え、ちょっとわかんない。置いておく？何々より。で、等身大のパネル。そのアイドルの、アイドルの、ミュウミュウのことが好きだったら、ミュウミュウの等身大パネルをお花として置いていく。で、うわーだから、劇場前とかその人だらけになってることとかがあるわけよ。あ、お花の代わりに、その好きな人の等身大パネルを置いてるの。それは2万円ぐらい作れるらしい。2万円ぐらいじゃないですか。2万円で作れる。その方が独自にそのお願いして作ってるってこと？そのパネルを。違う、もうね、会社があるんだ。そう。もうこっち側がなんか。本当？はい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 。でもミーミーだから2万置いてって。やだよ。俺ら作って置いて。え、1万1万ちょうど2万じゃん。なんでやねん。せめて5000円と1万。まあそれでもいいけどさ。でもさ、正直さ、うん、あの配信場所がいつもいろいろじゃん。そうね。だからさ、それを持ち歩いてくれる。いや、持ち歩くよ。当たり前じゃん、こうなんかさ、もうこの辺じゃとかさ、傷入ったら嫌だよ。ええ、その代わり事務所管理じゃなくて、うちで管理だ。確かに、ちょっともういろんな、いろんなものに使われるわ。いろんな使用用途が、ちょっと危険だね。やばいよ。え、彼女来たらどうすんの？彼女来たら、彼女いない。すごい、今日一笑ってるんだけど、怖い怖い、頭抱えてる。さあよパネルが彼女になるから、だから。
その責任はちょっと負えないから私やっぱりリリア連れてかないでしょ。普通さ、その男のさ俳優に向かってさ彼女どうすんのって言葉禁句だよ。でもそれでさ俺がいないの知ってるからさ。見て見て、知ってたって言われてるよ。知ってんだよ本当に。笑って笑っとき笑っとき言われてるし、この前から見て彼女がいないの知ってるね。そっか、そうです。だから、まあ、だからね、太田さんと2人でやるわけですけど、うん、何する、太田さんとどんなものが見たいの、俺と太田さんの2人の配信だったら。みんなコメント止まったね。あ、止まってない、止まってない事件起きたかと思っちゃった今、コメント止まって。もう終了で、もう終了で。シャバンでいいって。うん、これすごい、やっぱ、ね、結構シビアなコメントきますよ。ユージは人気上昇中だからそれはシビアな話題、はい、僕がいない方がいいってこれ話ですね。もうそれ魚ないんじゃなくなっちゃうじゃん。ね、だから太田さんが僕に稽古をつけるっていうパターンが多いですね。便箋くれ。便箋くれるね。便箋くれは俺やってるからね。ちゃんと俺も便箋くれはすげえやってる。いやだから、あ、じゃあこういうのとか俺ちょっと今思いついた。え？コロシアムで俺が太田さんに勝つまでやる配信。ああ、対マンでやってみたいな。うん、対マンで。それ職業はどういう職業で？あ、もう。同じ職業ですか？それともお互いが得意な職業とか。同じにしたら。同じの方がいいね。うん。確かにね。終わらないって書いてある。終わんねえよ。終わらないコメントめちゃくちゃ多いよ。急にコメント来たよ。すげえ。それは面白くないな。ズバリ。ズバリ。ズバリ。スリルザ僧侶で抹消。なるほどね。2人で学園とか。あ、学園ね。学園。カジノ対決とか。カジノ対決。あ、そのまま面白いですね、うんうん。でも俺めちゃくちゃ恋持ってる。だから何言っても引っ込めよ。確かに、学園だからね。そうだったな。なるほどね。季節イベントだけやれば。マイタウンを買うっていうのもあるけど、そんなお金、マイタウン、どっちが早く2億ゴールド貯めるか対決。なんかいろいろ、でも結構見ると、意外と2人で対決するってなると、意外とできることあるかもね。まあまあ、対決っていう体にしてね、確かに、ね。職人は？あ、職人は。ランプと。で、木工だね。うん、そっか。もう職人で、なんかの対決っていうのは、まあ、あるよね。うん。うん、確かに、それもある。うーん。リュウザがユージに勝てる要素が見当たらないから、リュウザがユーザ、ユーザって言っちゃったもんね。混ぜちゃった。これからユーザなの？ユーザーの配信。魚配信、ユーザーです。二人合わせて、ユーザーです。やだね、それ。絶対嫌です。絶対嫌だね。絶対嫌です。目も合わせてもらえなかったし。こっちも見てすらもらえなかったという。絶対嫌だし。じゃあ、じゃあなんか集まるときに何かで太田さんと対決したいな。対決何があるのか、何だろう、なんかね、それで俺が勝ったらちょっと面白いからね。でも太田さんは必ず僕に勝たなきゃいけないっていう。ドルボレースとか、まあ、ドルボレースとか、まあ、釣りとかね、そういうのもね。ああ、魚配信中釣りはすごくいいんじゃない。釣りは本当勝てるかも。うん、かまぼこ作り対決、それインコさんだよ。太田さんってさ、料理できない料理、あ、普通の、あの普通の料理。あ、だってささみ以外、ささみ以外、胸肉以外の料理。あ、だって以前あの僕のイベントにね、あの伊勢川君
MC で出てくださったんですけど、その中でだって俺の作った料理3つ食べたからね。チャーハンおにぎりとお味噌汁とトースト。トースト。九天マーガリン塗り。トースト。トースト。いや、太田さんの料理って結構独特で面白いな。おにぎりもチャーハンになっちゃって。チャーハンのおにぎりやってるのか。基本おにぎり持ち歩いてるもんね。あ、そう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 。お仕事。ラップに詰めて。そうそう。来るんだよ。この前もだってさ、事務所でワークショップやった時にさ、すごいさ、すごい有名なさ映画監督さんにさ、ワークショップしてもらったの。もらったじゃん。もらったんですよ。うん、その時とかも、なんか即興芝居みたいなのすることがあって、急に自分のカバンの中から、おにぎり出し始めちゃって。そう、おにぎりの絵文字来たよ。それでさ、しかもなんかコンビニで買ったおにぎりとか、なんかおにぎり屋さんで買ったおにぎりとかじゃなくて、絶対明らか自分で握ったもう家庭的なおにぎりだろ。すごいよ、ね、と思って。たまたまね、そうね、あの日お昼は。あ、なんだった昆布？え、違う違う、あれもチャーハンおにぎり。あれチャーハンおにぎり。俺持ったもん、チャーハン。食ってんなと思って。仕込んできてんなと思ったもん。そうだったんだ。たまたまね。だからこれ結構ね、あのドラマでリアル料理対決は見たいっていうのは本当にこれ結構コメントとしてある。ドラマを汚さない程度お願いします。私が言うのもなんだけど。そうだよね。それとかちょっとやってみたいですね。太田さんとね。まあそれはちょっといいかもしれない、ね。料理ね。うん。なんか一つ品を決めてやればいいんじゃない。とかね。ささみとか。ささあそうね。ささみとか。もう全部俺の好きなやつでしょ。だってみんな前に聞いたことあるの。冷凍庫にはあのささみとキノコと食パンが入ってるっていうのをすごい聞いたことがあって、うん、あの一緒にドラマやってた、一緒にドラマやってた時だよ。あのなんでだいぶ前だ。そうそうそう。まだあんまり仲良くない時。え？仲良かったよ。もうその時は仲良かった。最初から仲いいんだって俺、ミユミユとは。そうだよ。だってほぼ事務所同期だもん、フリッパーも入ったの。私より1ヶ月後ぐらいに来たんだよね。そうそうそう。そう、だからもうすぐ、嘘、すぐ仲良しちゃった。嘘。俺、ちょっと時間かかった。ちょっと時間かかった。あ、そう、エイジハラスメントのドラマだ。あ、懐かしいね。そのドラマでずーっと一緒にいたよね。1ヶ月ぐらいに。毎朝。あ、そっか、そうだよね。レギュラーが入ってたもんね。そう、その時に聞いてたの、その話を。え、何食べてんのって思って聞いたの。すごい、しかもね、お弁当とか食べるの遅いわけ。遅いね。だから、すごい食事に興味を持って、ユージのね。うん。そしたら、冷蔵庫事情はそんな感じだった。ゆっくりだよね、太田さん食べるのね。そうなんだよね、そうそう。咀嚼に時間がかかるから。ね、すごくいいこと。男の人でわーって急いでさ食べちゃう人いるじゃん、犬みたいに。ちょっと苦手。いや、俺は早く。石川君そんな感じではいいからな。俺はもう普通は意外と上品に食べるから。うん、普通よ。食事の時間を一緒にこう楽しむってことは大事じゃん。うん、そうそう。だからゆっくり食べてほしい。いいよ。なんかなったな。え？私のせい？え？ハゲが入ったぞ。なんかいけないこと言った今。え？音割れだけ？マイク一瞬言ったとかだよ。それならいいけど。え、なんか言っちゃいけないこと言った？言っちゃいけないこと言った？え、そのニコ生って強制的にクイーン入んないでしょ。未来予知でしょ、だとしたら。そういう高価なシステム入ったね。あ、そう。びっくり、そういうシステムで追加されてるんだと思って、私、詳しくないからさ。あ、そうだよね。うん。一応、すごいなと思って。石川君の俺はいいなって。よほどやばいこと言った。びっくりした。やめてくれよ。ミュウのせいかと思ったけど、ミュウさんのせいかじゃあいいよ。やめて。でも、私の枠だから、ちょっとそれなりに、あの、品のある感じでもらっていい？チーズ。チーズ。やめて。じゃあ、まぁちょっと。次回あたりは、なんかその太田さんと料理みたいなことは、ちょっとここまで盛り上がったからしてみたいね。うんうんうん。太田さんが。それが今一番、なんかこう、明確に出てるんじゃない？そうだね。だって海外でもさ、ニコ生見れるから。え、そうなの？そう。ドラクエの配信はできないけど、ドラクエ自体はできないけど、ニコ生を配信することもできる、一応。うん、おお、そうなんだ。そのトークだけど。俺、マレーシアの家から配信したことある。そう、意外とそういうことはできたから。何で配信したの？いや、なんか格好つけて
やっぱりベランダから配信したんだ。すごい。いいところのベランダから配信したんだよね。そう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 。見た見たです結構いるんだけど。そうそう。マレーシア配信向上みんなマニアック。だから俺らの配信見てよ。おうおお。ね見れるから。おお。あ待って。あうんそうだよ。見れるんだから。おお。見てみてください。ドラクエできないけどね。そう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 。見ちゃったよ。だからあとはもうあとはその魚配信で誰かをゲストに呼んだり。でももしさ見たらさすごいヤジとか飛ばしてもいいの？ダメだよ。ダメだよ。でこのさこれはないよとかすごい言っちゃうよ。ラインでちょうだい。こっそりね。ちょっと反省しながら反省しながら。こっそり送るわ。グループラインで。個人ラインはなかなか控えたいと思うから。そう。いやして。中国とかさ、中国とかさ、なんかあの辺だったらさ、いろんなこう情報とかあるけどさ、また海外っていうとさ、いろんな幅があるじゃん。だから俺はもう海外の人と LINE したい。俺海外の人と LINE したいのよ。あ、そんななんか。俺本当にね LINE したいの。あ、ちょっと LINE できるかわかんないな。海外の人と LINE してるとなんかちょっとびっくりするよね。なんかさ、なんか海外えみたいな。そう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 。今朝朝なのそっちみたいなたまにあるから。ミーハーなのなんなのこれは。ミーハーなんだよ。ミーハーとも言えないけど。ミーハーなんだよね。なるほどね。それはどうでもいいとして個人内の話は。契約もあるから。中国は LINE できないって書いてある。あ、そうだ、俺、弟が上海だから、中国だったら LINE できない。もし中国だったら LINE できない。え、弟と何で連絡取ってるの？WeChat で LINE。WeChat で、あるとか、そう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 。なるほどね。石川家グローバルやな。本当だよ、ね、お母さん発狂してた。そうね、それ聞いてちょっとさ、面白かったけどさ、切なかった。なんて言われたんだっけ、お母さんに。私は、普通の家庭を作るために、あんたたち二人を産んだのに、お父さんはマレーシアにいて、学は中国にいて、あんたは仲間東京らへんにいて、私、お母さん茨城。なんで一つのところで住めないの言われたんだよね。すごい悲しい顔してた。東京らへんにって言って。あんたどうでもいいんだけどさみたいなこと言ってた。あんたどうでもいい。母の叫びでした。母の叫び。切実。お母さん。まあまあ、とりあえず見てください、海外でも。我々のことは。で、あの今料理配信と、あとは、うん、あとは。あと何ができる？沈黙コメントもなければ沈黙あとは卓球対決うんなんかさピンポン玉をさくぶらせるやつドラクエの関係なさがとんでもないところだ結構さ海外のやつじゃんあ、画伯対決。俺はカズナイさん呼びたいね。こういう時はカズナイさんに来てもらってゲストとしてとか。うん、私の同期としてそうそうそうよかったらリーダーをリーダーを呼んでください。だからさ、これ関係ないこと言わないで個人的にはユージの個人配信見たいけどなとかさ。取り残される。もう今俺はもう何もないからそしたら今の俺はもうね。ユージは普通に配信しないよ。言われてるよ。普通にこの扱いがちげえんだよな。てかモスクはいるか。私のマンションに隠れて見えない。まあまあまあということでね、カズナリさんたちも配信も始まったみたいなんで、そうそう終わりにしますか。まあ、まとめよう、はい。そうですね。うん。まとめると。まとめると。ちょっとたまには。え違うよ。何もうあの魚会議終わり？うん。うん、え。なんか出た？出たよ、料理。絵を描く。
ピンポン玉入れる、ピンポン玉チャレンジ、あゲームのことでは本当にあれやる、何なんだっけコロンビアじゃなくて、コロンビア、コロンビアに行くの、コロンビア、コロンビアに行くの、待って、そうか、ゲーム言っちゃダメだよ、内緒にしてたんだから、じゃコロシアムね、最後に言っちゃったね、俺らだって、俺ら我慢してたのに、コロシアム話題出た時もあコロンビアだけは言わないでしょ、でもそう、コロシアムって言ってたのに、ここに行っちゃうんだよ、コロンビア、コロシアね、コロシアね、コロなんだっけ。コロシアムでちょっと真面目に聞いて、コロシアムで戦い、コロンビアで戦い行けよコロンビアのミエミエの洋服探して、はい、一緒いないからコロシアムとかも、まあ、あの同じ職で戦い合うっていうとかなんか、まあ、案にもある、うん、だから実質なんかその太田さんと勝負するっていうことの方が多いかもね、うんうん、あと太田さんが僕のことを育成してそれで俺に勝てるのかみたいな、じゃあどっちが早く畑育てる、畑に水をあげられるかどっかの町のからスタートして、あ町の入り口からスタートして、一気にあげるんじゃなくて一個ずつ、こう一個ずつの苗にどっちが新しすぎる、よーいスタート、まずレース、あのレースルート、レースルートを決めて、あのモスコの家行って、でリュウザの家行ってとか、でユージの家行ってとか、うん、分かった、どっちが早く、あのまあルーラは使わず電車で、ね、全部、うん、どっち電車とそうドルボードでです、水を畑に水をあげられるか毎日かやってみましょうか。どっちがまず、じゃあ次今配信はそこから始めましょう。あれジョーのどうなのか。今さ、あそう一気にかけられるやつ持ってるじゃん。もうあれ水あげるってなったらファーってなっちゃうじゃん。全部にあげるみたいな。持ち帰れるよね多分。持ち帰れるのか。かな多分。そうそうそう。そじゃあ次はそれから始めます。じゃあ配信スタート同時に、3、2、1、GO で。どっちか畑に入って水あげれるかをやりますまずは。決まりました。うん、家の前にいないで、どっかすごい遠く海のところとかからいて、家に家までダッシュからダッシュして着いたら、うん、あのとかそういう感じかな。でもさ意外とさ全然皆さんあんまり案がないね。まあまあまあそういう時もあるさ。それ面白いの、すごい冷めた目で見てる人もすごくいいですさ。いいけどさそれ面白いので止まってるから、そうそうそう、コメント止まっちゃってるよそこで止まる、なんかもうちょっとなんかやってくれ、コメントお願いしますそれは嫌だよ。そうね、だからまあだからそういう感じですよ今後はね、はい、まあ先が不安といえば不安かもしれないけど、有事かなんもあったよ、うん、いや俺全部出さなかったけど、一つも何か聞いたっけ？いや何も聞いてない。うん、え？ユージ的には何かやりたいことある？あそうユージやりたいことないのか。すごいユージユージなんだよ。みんなユージを求めてる。なんすかね、なんだろうね。いやむしろなんかこう平和にいたいよ俺は、むしろ対決とかじゃなくてこうすごい平和を味わいたい。対決にもならないかなと。うん。うん、うんじゃないか。まあ確かに。平和な人なのね、対決じゃないといえばなんだろうね。うん。なんだろうね。何対決じゃないと。なんだろう。じゃ あ, 一 緒, あ一緒になんか。フィレオハウスで一緒にオルゴール聞くとか。あそういう二人そういう配信。二人でシングミリ。あの音ラジオよそれラジオ。すごい。ゲームを聞いてた今さらだから。まあまあ。いいもんだよね。だからでもなんかそれは、まあ、そういうのもありっちゃありですよね。ピクニックしに行けば二人で。何を急に言うてんの？え、あのドラクエ内を散歩して。あ、ピクニックする。ああ。ここがピクニックいい場所だ。そこであのバランスパスタとか食べて、よしじゃあ戦いだっつって、そっから戦いに行くとか。あ、それはありかもしれない、ね。ちょっとストーリーがあっていいんじゃない？あ、ドラマ自体がねちょっとね。そうそうそう。あ、それは面白いね。でなんかお互いにピクニックのいいところを探してきて、うん、お互いお互いプレゼンするってね。そうお互いあのお弁当っていうか食べ物持ち合って、うん、釣り竿持ってきて、
なるほどね。平和だ。平和だ。そういうこと考えられんじゃん。え、じゃあ考えてこれから送ろうか。また海外からまた来たよ。嫌がらせみたい。来たよ、こいつ。海外いんのにまた来たよ。やったやったかやったかやったか。そういうのはいいよね。まあいろいろありますけど、はい。まあ、よっしゃ。まあまあまあ、いつもの頻度ぐらいで、またね、その魚しんちで終わるわけじゃなく、僕と太田さんの2人のこのイケメン同士の自分で言う、まあ、させていただければというふうに思ってますので、自分で言う、だから人気になると思いますよ。まあ人気ですけど、やっぱりそのね、渡辺さん海外で頑張っていただいて、今気づいたけど、リュウタの髪型なんだよって。いや、かわいいでしょ、そう。あの渡辺さんはね、海外で頑張ると思いますけども、はい、まあ、我々の日本で、魚ちゃんもしかしたらものすごく売れちゃう可能性ありますんで、それはまたそれで応援していただいて、もちろんそれは心よりお祈りしております。はい、お互い頑張りましょう。はい、頑張っていきましょう、ね、3人同級生ですから。あ、そうなんですね。はい、お互い頑張りましょう。はい、はい、じゃあ最後改めてちょっとミューミューからやっぱ最後のちょっと挨拶をね、うん、そうね、挨拶をちょっと途中から来た方もこれもう分かってるのかな。うん、分かってそうですね。なんとなく分かってる。はい。今日は、まあ、冒頭にご報告私からさせていただきまして、まあ、海外に仕事の拠点を移すということで今日を区切りとさせていただきました。まあ、約5年かな ?5 年経った、うん、もうすぐ5年かな、うんうん、になる。なりますが、へえ、寂しいね。なんか急にしんみり。ギラの気はしないよ。はいはい、無念になりますが、まあリスナーさんにも温かく見守っていただき、まあでも。一番、まあ、つくにさんにね、こうやってご縁をいただいてお世話になったことを本当に感謝しております。それに伴って、ファンの皆さん、リスナーの皆さんにも、こうやって一緒に楽しい時間を過ごさせてもらって、本当に約5年ぐらい感謝しております。これからは、まあ、東京離れますが、まあ、SNS などで、見て見守ってもらえたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。します。ありがとうございました。ました魚配信も、ね、まあまあ今後も、まあ、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあニコニコで終わるのは私はここで最後となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。僕はあの最後まで操作しますんで、ずっと手振ってられるので、バイバーイ。ちょっと待ってくださいね。と変わった。これ音消します。はい、バイバーイ。ありがとうございました。